キンケアスペシャリスト資格を取りたいと思います。緊張する。初めてこんな気持ち。君ならできる。本番試験に進みますか。あ、緊張する。どうしよう。できるできる。あいならできる。え？100問が出題されるって書いてあるんだけど。え？どう思う？いけると思うよ。100問も無理じゃない？ビビって。100問？ 100 問やばいな。大丈夫かな？頑張れ頑張れ。せーの。もう早くね100問早くないそんなんこれ10分くらいしかないよ。今検査の結果が見るって書いてある。あ、緊張するね。え、もうあれとかないの？見直しとか、見直しとかないの？見直しって何？問題今までの見れない。あ、見れないんだ。戻れない、戻れないんだ。あー、緊張します。やばいよ。どうする？結果を見てください。回答内容、関するお問い合わせ、教団の問い合わせによろしくお願いいたします。いきます。どうする？合格しちゃったらこれで。それはもうビール。いくよいくよいくよ。お願いします。あー、すごい。すごい、合格だった。やったおめでとうございます。すごっ。え、もうスペシャリストの方ですか？はい、スペシャリストの方です。え、もう合格したじゃん。したね。イエッ、うん、認定証を発行する。発行してください。ずっと有効だって。この内容で申し込む。はい。写真撮ります。とても素敵。そうか、うん、イエーイ。やった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 。おめでとう。ありがとう。しかも10分ぐらいで私ね。早っ。本当は50分だよ。あの、打つのもあれだからかな。前もやったやつだから覚えてたんだよね。めっちゃ最初手震えたけどね。めっちゃ緊張すると思ってバンってなった時、なんかもう緊張するって思って。最初出てきた問題がマジでよく分かんなかったら多分やばいと思ったの。分かるぞってなった。
5問ぐらい寝てて、あ、これはあれだと思って勉強してたやつだっていうのが分かったから、ちょっともうこんなんだった。家族に報告だな、これは。めっちゃ気持ち楽になったでしょ。うん、最高、最高の気分、最高だ。取れないと思ってた。なんかさ、勉強苦手だしさ、うん、結構カタカナ多かったからさ、マジで無理なんだけどって思って覚えられないって思ってて、結構これやばいって思ってたけど、いや、わかるし、やった受けて、受けて感覚的にはもうこれやってる時には、あの、自分がいつも通りやれば受かると思った。もうだって間違ってる感覚がほぼなかったんでしょ。まあなんか結構マジで一気にとかなったけど、一瞬で、うん、だけどこの調子でいけば合格できると思ってた。届きました。届きました。あ、そういうことか。届きました。はい、開けたいと思います。来ましたね、ついに。はい、おお、じゃん。ええやん、もうこれが証明、ね、資格の証明書になります。はい、イエーイ頑張ったね。でも、うん、今年私の仕事的にも結構やっぱ準備期間だったから、うん、何やってんだろうって思ってる人も多分いた気がするの。私2022年に資格を取るっていうのは目標だったの、ずっとね、うん、年始あたりかな、結構頭だよね、うん、に掲げて、で、まあいろいろ仕事とかといろいろ重なっちゃって結構ギリギリにはなってしまったんだけど、取れてよかったです、本当に。やっぱりこれを取っただけじゃなくて、もともとの本当にきっかけとしては、自分がちゃんと勉強してからスキンケアの商品を作りたいっていうのが夢なので、なんか来年あたりにちょっといろいろね、嬉しいお知らせができたりとかするかなと思いますので、はい、2023年は頑張りたいと思います。皆さんも応援してくださって、いろいろなんか一緒に頑張るよとか、いろいろコメントくださってありがとうございました。ありがとうございました。そして今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。